さあお待たせしました、年末の恒例企画ですね。年末最後の大セール、シークレットセールです。12月11日から国内外の超有名ブランド、ハイブランドが30ブランド以上が参加するシークレットセールに僕のメルマガ会員だけ特別にご招待します。こちらは通常関係者のみしか入場できないオンラインのシークレットセール、サンプルだったりとか格安の新作が並ぶ、特別なセールなんですけれども、こちら無理を言って関係者じゃなくても僕のメルマガ会員さんだったらオンライン上のセールにアクセスできるようにしました。ちょっとブランド名ここで言っちゃうとシークレットにならないのでぜひ見てほしいんですけど、僕が MB チャンネルの中で散々言ってるすごい有名な国内外のハイブランドがですね、ずらり30以上揃ってるのでマジでおすすめです。そしてそれ以外にも僕の私物も今回開放させていただきます。例えばどんなものが出るかというと、ちょっとざーっと簡単に一部だけ紹介します。こちらレインメーカー道着パンツ、通常どんぐらいだ、3万円ぐらいだと思いますけど1万円で新品ですね、お届けします。ジルサンダーのニット、こちらも新品だと10万以上いってます言ってると思いますけれども、こちら2万円で大丈夫です。アタッチメントの G ジャン、こちらもタグ付きの新品なんですけど2万円です。コモリのタイロケンコート、これ名作ですね、10万以上しますけど3万円で、お渡しします。ほとんど着てないです。メゾンマルジェラのダメージニット、こちらも、マルジェラの、定番ですね、定番のニットなんですけれども10万ぐらいしますけども3万円で大丈夫です。ほとんど着てないです。メゾンマルジェラの、トレンチコート、これ前サトシーノとバーニーズ行った時に紹介したやつ、今季品ですけれども、こちら普通に買うと10万以上、20万近くしますけど、6万円で大丈夫です。メゾンマルジェラダメージニット黒、こちらも新作ですね、3万円で大丈夫です。バレンシアが転写デニムインディゴ、デニムパンツですね、インディゴですね、5万円、これ今期のモデルで10万円ぐらいします。バレンシアが転写のデニムのブラックですね、こちらも5万円で大丈夫です。スタジオニコルソンのワイドパンツ、こちら2万円で大丈夫です。5万円ぐらいしますけど、メゾンマルジェラのショートパンツ1万円で OK です。メゾンマルジェラのスニーカー5万円で OK です。レインメーカー、これデュプイのレザー使ってます、エルメスのデュプイ社のレザーを使ってる革靴、名品ですけれども3万円で OK です。ファクトダムのグルカサンダル、こちら2万円で OK です。31フィリップリムのレザーバッグ、こちらも10万以上しますけども4万円で OK です。ファクトダムのデニムパンツ1万円で OK です。メゾンマルジェラのペイントデニム、今季品ですけど4万円で OK です。ユニクロ U レディーストレンチ1000円で OK です。ユニクロ系はだいたい1000円2000円ぐらいになって、すべて1000円2000円ぐらいになってます。ドリスバンノッテンのジャケット5万円で OK です。これ20万ぐらいします。メゾンマルジェラのジャケット、これも20万近くしますけども5万円で OK です。レインメーカーのコート3万円で OK です。ジルサンダーのコート5万円で OK です。はい、こんな感じで一部だけ紹介していますけども、僕の、私物、そして30以上の国内外のブランドさんを混ぜたシークレットスペシャルセール、今年最大のメルマガ限定のシークレットセールです。12月11日からスタートしますので、それまでに絶対メルマガ登録してみてください。メルマガは初月無料です。このセールだけ参加してその月だけ離脱すればお金はかからないです。なのでぜひ登録してみてください。これ使わない理由が全くないです。めちゃめちゃお得です。国内外超有名な、ちょっとブランド名、ブランドさんにご迷惑かけちゃうんでブランド名言えないんだけど、あのブランドとかこのブランドとかあのブランドとかめちゃめちゃ有名なブランドがっつり出てますので、それが特別な価格でお届けします。そして今言った通り、僕の私物もですね、マルジェラ、ジルサンダーだったりとかコモリだったりとかレインメーカーだったりとか、様々なものが小物からアウターからインナーに至るまで全てかなり過激な値段になってます。そしてそれがオンラインで楽しめて、初月無料のメルマガ登録してその月に解約すればタダなんで、ぜひチェックしてみてください。いいですか、繰り返します。12月の11日からセールスタートなんで、それまでにメルマガ登録してください。そうするとメルマガに、入場方法を書いたものが、送られてくると思いますので、ぜひチェックしておいてください。よろしくお願いします。メルマガはですね、もちろん初月で解約してもいいんですけど、僕わざわざこんなことしてるのはメルマガ心から読んでほしいんですよ。もちろん僕がこれでメルマガで生計立ててるっていうのもあるんですけれども、日本で一番役に立つメルマガ、日本で一番ファッションについて正直に書いてるメディアだと自信持ってやってます。なのでぜひ読んでいただいて、毎週5万文字で配信してるので文章量も相当なものです。か
なり蓄積、僕10年以上の蓄積をこのメルマガに魂込めて書いて、毎週書いてます。7年8年休み、一週も休むことなく配信し続けてるので、ぜひ読んでみてください。そして読んでみて、いや俺はやっぱりいらないやと思ったら解約して全然 OK なんですけど、もし気になったら、気に入ってくれたらですね、次の月も読んでくださるとすごく嬉しいです。という感じなので、メルマガ読むきっかけになればいいなと思ってシークレットセール頑張って準備してますので、ぜひ、初月解約だとすごく切ないので、ぜひですね、登録して使ってみてください。はい、そんな感じです。12月11日ぜひお見逃しなくです。チェックしてみてください。 MB チャンネル、普段ファッションロジック、豆知識、商品紹介などの行っておりますが、美容の話やビジネスの話、エジエの話など男性を総合的にサポートするチャンネルとなっています。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。またお会いしましょう。 MB 社バイバイ。メルマガ本当にこのシークレットセール3ヶ月に1回ぐらいのスペースでやってて、実は1月も予定しているので、ぜひ本当にね、こんなお得な話ないから、マジでないから、ぜひお願いします。